あ、これカメラ回せます？はい。皆さんおはようございます。サーターボーイズの石です。はい、ということで今日もですね、離島遠征ツアー3日目ということでやってまいりました。今日ですね、大島という福岡県の宗像市にある離島にやってまいりました。こちらの離島でございます。非常に自然豊かな離島でして、で釣りポイント的にもかなり伝説級の魚が釣れたりとか、カゴ釣りではヒラマサとかブリとか、ほんと10キロぐらいの魚がバンバン釣れてる離島ではあるので、僕は今回初なんですよ、この離島は。なんで何の釣り方だったりとか、どういうのが釣れるのかっていうのをしっかりリポートしていきたいと思います。はい、ということですね、海の状態をちょっと見ていきましょうか。僕たちが乗ってきたのがあちらのフェリー乗り場から来て、堤防をずっとまっすぐね来たわけなんですけど、一応内海は意外と浅いですね。ちょいちょいスズメダイが見えたりはしたんで、まあ、今日ね、まあ遠投深瀬と流れがあると思うんで、ジギングだったりいろんな釣りを試しながら、あと水中映像も撮っていこうと思うんで、そんな感じでやっていこうと思います。はい、ということで最初にね、まずねジグサビキというのをやってみたいと思います。ジグサビキがサビキの仕掛け、ここまでがサビキの仕掛けで、先端にジグをつけるっていうもので、まあ青物だったり回遊魚、あとメザカワナと、あとアジとか、こっちの上の細いところでアジとかが狙えて、下の部分で回遊魚を狙える。一旦着底させるんですよ。音が出なくなるまで着底させて、で釣りをする前に絶対このドラグ設定しといた方が左奥に置くだけなんで、で水深が、大体5から6ぐらいだったので、まあ8着位ぐらいで、また着底させる、それを繰り返します。そのシャクルとジグが動いて魚が食いつくってこと？そうです、そうです。ポジションとしては落とした時にこのジグはヒラヒラなんですよ。でこのヒラヒラ中に食うんですよ。なるほど。今の一本が当たりやすい。あと1頭ぐらいします。はい。遠投ですね。そんな釣れるんだ。サビキの部分で小魚の回遊が入ってたら分かるんですよ。他のジグの部分でちゃんとしたあのブリヒラマサとかそういう、ちっちゃいやつが入ってたらそっちに当たりがあるんで。なるほど。今のところ両方とも当たりはないので、何もいないですね。一応当たりはまだないですね。二頭目です、これが。なんか見に来てる。なんか飛び出てきてましたね。あ、ちょっと見えたね。ベラかなんか。次ですね、ちょっと胴付き仕掛けで底物系を狙ってみたいと思います。前回釣ったタコがあるんですよ。これを足を切って胴につけていくという簡単な仕掛けなんですけど、このハサミ落ちてたやつだわ。え？勝手に使ったけど。拾ってるものはみんなのものだったですね。釣り場足を切ってこんな感じで針先につけていく。でタコは何回かこんな感じで縫い付けていくんですよね。こうすると外れにくいんで、でこれが1箇所。これはあれ姫島で釣ったタコ。そうです。姫島さんのタコを姫島さん大島で使う。オッケーです。こんな感じでやります。全然遠投しますか。釣り方は完全に底を取って大丈夫なので。うん。一旦着底させます。で、糸が出なくなったらちょっと糸を取ります。はい、で、砂地ですね。なるほど。手前が岩。手前が岩。ヒラメとかも釣れる。
ビクビクってなったやつ。乗ってる。すごい、一頭目じゃん。お、なんだこれは。何？サザエ。え？え、何そいつ。え？魚と思ったらなんか違うのって。あ、これ魚じゃないの。これ貝ですよ。え？え？サザエじゃん。え、引っかかったってこと。引っかかっちゃった。釣れたっていうのこれ。いや、これ、これ、これサザエですよね。そうなの。これ取っちゃダメなやつ。石じゃん。いや、これサザエですよ、多分。これあれじゃん。罰金300万円以下。ですですです。だから何年の懲役みたいなやつだよこれ。はい。サザエが釣れました。リリースします。リリース。今日一番高いの釣れました多分、うん、今日一番高い。ちょっとちっちゃいサイズだったね。もう一頭やっていいですか。もちろんもちろん。この手前で釣れるとゴンというこのことで魚が集まる。なるほど。おお。今のは当たってた。当たりですね。これが楽しいですよ。で、顔がババーって入りきったら引きます。なるほど。おお。釣れた、来た。イエイ、釣りました。すごい。おー、ベラ、でかっ。マジ？でかめのベラちゃんが釣れました。おお。しました。ベラですね。ナイスです。これ家族連れの釣りでおすすめなんだ。そう、もうタコがくっついてる、顔に。ああ、びっちりと。これいいっすね、餌こんだけ外れないんで。ベラが釣れました。ベラちゃん釣れました。これちょっとキープしときますね。サイズがいいんで一本打ち込みしときましょうか。あ、なんか釣れてるんですか。いや、わかんないです。なんか重そうですけどね。あ、なんか釣れてる。あ、石。あ、カワハギや。カワハギが釣れた。カワハギが釣れた。なんか重いと思った。カワハギ、これすごい。釣れたとやばかった。これちょっと頑張ってください。カワハギですね。はい、なんとカワハギが釣れました。世界で一番ちっちゃい。これリリースしましょう。ちっちゃいな、かわいいな。深瀬をやってみたいと思います。使うのは V9 とパン粉。一旦何がいいか見ましょうか。多分やばいと思う。さっきそう、潮があっちに走ってたんですよ。あと煙突深瀬で巻いたらやばいの釣れそうな気がする。いますね、下。黒がいますね。あー、いっぱいいる。見えるかな、これ。あっち見えます、下。あー、いるね。おお、すごい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 。下の方に大きいのいそうだな。これ、餌取りが今回も屈強だな。餌取りをね、かいくぐらなきゃいけない。海の中見やす。海が綺麗だもん。うん。今、左に流れてるのが熱いですね。もう巻き続けて、確かに。から魚よ。寄せましょう。巻きまくりましょう。巻きまくって、あ、黒もおる、黒もおる、うん、黒おったら、なんかチヌとかアイゴとか他のやつもいますね。あっちのね、釣りの人たちも恩恵を得られますね。僕らが巻きを巻くことによって。下の方見えます。ちょっとなんか違う魚が入ってる気がするんですよね、うん、あっちの奥の下らへんかな、見えるかな多分。後でか、あー、ほらららららら、ほんとだ。なんか、まあ、さっと見える。違うのが入ってる。チラッと。あれを狙いましょう。行きましょうか。うっす。やっていきましょう。うっす。おー、餌ついてる。でかい、でかい。これはおー、本当にすごいな。これ餌取りがマジで奥行かないですね。あ、いますよ。やっぱでかいの下入ってきてますよ。活性上がったんじゃないですか。ちょっとこの人たちに自慢しよう。あ、誰も乗ってね。帰りは誰も乗ってないか。うん、ウェーイ、あえて。イエーイ、誰も見てないか。はい、釣りました。クロちゃんを釣りました。大島1匹目。いやい、出ました。クロちゃんヒットです。やっぱいたわ。
おめでとうございます。イエーイ。ほら。ほら、行った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 。何これ、これの方来てる。何これ、これの方来てるよ。あれ、タイいるよ。でかいでかい。いるよ。います、います、います。うわー。何やろ。食って。手前におるよ。あれ、何すか。もうちょっとキープだ。はい、あれ絶対こう巻き合って置き上げ食ってるっすよ。この感じでもタイじゃないか。続いて一旦カメラを確認。何これ、録画されている。死ぬところだった。あー、違うか。イエイ。はい、ということで今浮かせをやったんですけど、まあ、黒とかは釣れるんですけど全然釣れないので、一旦ね、水中映像を撮ってどんな海の中がどうなっているのかっていうのを見ていこうと思います。で、餌を今日のタコと、この前釣ってきたタコと極みなので、それでやってね、まあ、どういう魚がいるのかっていうのをまずは確かめていきたいと思います。で、ポイントなんですけれども、まあ、この堤防から若干斜め前くらい撮って、この映像を見ていこうと思います。それでは水中映像どうぞ。
でね、今水中映像を見ていただいたと思うんですけど、まあ、手前側はあんまりいなかったので遠投の深瀬をやって大物を狙ってみたいと思います。はい、ということで遠投深瀬釣りやってみたいと思います。一旦オキアミ3匹つけていきます。あ、入った。マジ？あ、そんなでかくはない。黒かな。なんか変なの釣れましたよ。ヒット。何これ、何あれ。なんかタイ、マダイだ。タイ、タイが釣れた。タイ、タイタタタイ、チャリコ、チャリ、タイです。うまそう。やっぱタイですね。はい、ということで皆さんタイを釣りました。めでたい。はい、ということでですね、回ってるよな、ちゃんと。うん、いいね。チャリコちゃん釣れました。ありがとうございます。入った。マジ？いや、針外れですね。でもいる？いますね、いますね。ヒット。あ、これでかい説。マジ？はい、ヒット。あ、これカメラ回せます？はい。しました。ヒット。なんだ、あぶね。タイ来ました。再びマダイです。竿長すぎて。おお、でかくない？さっきより全然でかいやん。タイを釣りました。ナイス、ナイス。でかい。いいっすね、うん、ちょっと今釣れると思うんで、なんかやっていきましょう。急に釣れ始めたぞ。やりましたね。アリオさん、これ仕掛けセットしっぱなしですか？うん、一番やっちゃいけないやつ。え、こういう時マジ食うんですよ。こういう時マジで食うんで。お願いだから沈まないで。え、嬉しい。めでたいな、これは。2日目です。これぐらいでいくんで。明日からもう島はもうあれや、摂取したらいかんのよ、お盆の間。へえ。いやいや、都会の人は別よ。あ、そうなんだ。あるルールがあるよ。へえ、すごいな。仏様が海から上がってこられる。はいはい。だから13日、13日、この辺りをね、迷信だから、まあ、新人か新人は別やけど、さまようにしちゃった。ああ。だから釣りとかなんかしよったら持ってかれるっていう。ああ。お盆期間はおとぎ話みたいな習わしがあるんだ。だからもう泳ぎもされ、うん、13日から迎え見てするのよね。あ、はい、ね、それをそするまではいいの。あ、なんかまたかやつです。でもなんかそういう古き良き習わしみたいな。あ、そうそう、してて、うん、あるある。なんかあるよね。今日の夕方までは大丈夫だろうし、泳ぎもいいの。都会の人は別よ、都会の人はね、はい、これでも以前村民やった人とかね、どうやったの？これタイです。マダイです。マダタイ。タイですね。はい、ラスト。タイが釣れました。マダイですね。ラスト1投で釣りました。あざっす。3匹目のマダイですね。使うかも、それ。オッケー。はい、ということで、ね、お送りしました。大島編。ということで、今ね、釣りから帰ってまいりました。一応ですね、釣果としては黒だったり、あとタイですね。あと水中映像でもいい映像が撮れたので、まあね、今日のポイントをレポートとしてはいい内容だったんじゃないかなっていうふうには思います。今回でもどうなん、あの時期とかによってやっぱ釣れんのかな。そうですね、この島って結構もともと有名なので魚はぶっちゃけ釣れてました。結構釣り人がいっぱい入ってる。で、時期によってこの島はやっぱ回遊魚が入る。今日もタイが3匹釣れたんですけど、もう本当に回遊が入る、もう本当典型的な地形をしているので、秋とかそういったシーズンに遠投カゴ釣りだったり大ガス釣り、あと深瀬、遠投深瀬では結構大きいの釣れるんじゃないかなって思います。でもそれもう島ミシュラン行っちゃう。行っちゃいますか。島ミシュラン行こう。島ポイントは
2.5点。 2.5 低い。理由としてはまず僕の家からちょっと遠い。はいはい、確かに1時間ちょっとかかる。そうだ、ね、と釣り場自体が人が多いポイントなので魚が釣れてる、うん、で地形的にも海底砂地で意外と難しかったですね、うん、なんで来てみて海遊が入れば釣れるとは思うんですけど、そうじゃなければね意外と厳しい釣り。確かに今日も僕らの他に釣り人15人ぐらいいたよね、合計で。で朝からそんぐらいいたんですけど、昼になったら誰もいなかった。誰もいないです全員帰ってたね昼の便で。でもこの後行く売店で、はい、点数が挽回される可能性はありますね。ですね、ちょっと一回行ってみますか、はい、一回行きましょうか。まあ、この前だったんで OK。 こちらがそのフェリー乗り場にあるチケットを買いました。自転車とも借りてる。本当だ、レンタルサイクル。あ、言ったよね、釣り人。やばすぎる。アイスクリームコーナー、うん、開けよう。おお、すごい。いやいや、アイスないよこれ。もず、あ、こっちっす。あ、こっちか。あ、こっちパルムとかあるよ。やばアイスよ。食います。僕買いますよ。そんな高くなくない？高くないですね。甘夏シャーベットが2個くらい。ええ、あのアイスみたいな。